ツボ、ピチ、うらー、早く実況してどうぞ。お前の動画を待ってたんだよ。これで満足か？うん、僕満足。いや、天気がいいですね。夜だけど、ほら、桜とか綺麗じゃないですか。お花見日和ですよ。画面暗く設定してるからほとんど見えないんだけど、実はこう見えて、本編はほとんど触ってなかったんですよね。どう見てもそうだろ。森が燃やされてるのに爆弾だらけの、ステージも待ちながらクリアしに来たからね。もう動きだけで初心者だって、はっきりわかんだね。そう思ってトラックセントラルにちょうどいいコースないかなと思ってイージーで検索かけたんですよ。で、このザムと、これがイージーに見えるほどの、上級者からの叱責の念だという、意味合い的な可能性があります。トラミスだと思うんですけど、さすがにこんなクソプレイに付き合わさせる視聴者と視聴者様に申し訳なさりていくかしなので、共に一度はやってみたかったコメントに返信をしていきましょうと思いましたが、返せるコメントがなかったので終了です。また来週。え、あなたこれクリアできるんですか？諦めんなよ。せっかく作り込まれてるんだから、お蔵入り店にはしませんよ。日本語使えて、カバー。私にはコースを見せて立てる脳がないことが証明されてしまいましたね。またか。しかし難易度高くも決して不可能でないオブジェクト配置でしたので、投稿者でもクリアできました。ありがとうございました。ありがとうございました。やっと終わりか。長かったな。ところどころ、いや、まだ終わりませんよ。まだあるのか。いつも中身空っぽの次回予告しても意味ないじゃないですか。次回予告今までにありますから、最初に予告すれば一発で解決じゃない。お前天才だから。だから必要ないんだよな。どうした？画面止まってますよ。フリーズしました。え、ということでエースコンバット2の技術解説やってきますよ。コースお願いします。シベリアン使いかな。私もあのスリーさん好きなんですよね。あとロケット打ち上げるコースも好きです。どっちもロシアじゃねえか。相変わらずむちゃくちゃな配置ですね。絶対直進しかしないライダー君有能にしても背景綺麗ですよね。スカイマッピングとかいうのが最高すぎる。ライダー君がこんな感じにオブジェクトを動かしやすくなったんですよね。ファスフォロワーなんちゃらとかいうやつです。サンプルに入ってるやつだな。にしても導入ひどいな。当初はブリーピングを挟もうと思いましたが、諦めました。面倒です。諦めんなよ。で、なんでこんなにスローなんだ。ざっと新技術をいろいろ組み込みまして敵味方合わせて吐き気は多すぎる。まあざっとこんな感じですね。IFF ってなんだよ。本来の意味は敵味方の識別にありますが、どちらかというと近接ジャマーですね。近い敵を定期的にロックオンします。はい、めっちゃコスト高そうなんですけど。はじめは各機体に搭載する予定でしたが、発射で200弱のチップが必要でしたので、無事使い回しが決定し50くらいに収まりましたね。やっとミサイル詰めたんですね。ミサイル君は簡単なんですよ。まあ、ターゲットフォースで飛ばしてるだけだもんな。問題はシーカーですね。間違ってアーマードコアと同じ仕様になってます。一般通過鉄器君のせいでロッ外れてますな。でもミサイルアンも当たってなくない？そうですね。AI の基準は検査射撃させてますが、ミサイルは軌跡を描く姿が見たかっただけなのでガバガバなんですよ。結局は手抜きじゃないか。壊れるな。左のトランプみたいなマークは何なの？これも一応戦闘機のシンボルだけど、よくわかんないね。なんか上と左にもメーターとかあるよね。あ、それかなりですね。え？あとはダメージカウンターくらいですかね。これすごいんですよ。何がすごいんだ？使用する弾丸ごとにダメージが違うんですよ。あと点数で仲介させてるので、着弾した弾丸のダメージが被弾したオブジェクトに流れるようになってます。はい、うにゃ、まあちょっとよくわかんなかったですね。でもそのおかげで自分も撃ち抜くんですけどね。次回までに直してどうぞ。まだ何かやるんですか？まあただそっか。壊れるな。いや、ちょっと前回車が難しいみたいなこと言ってたんですけど、実際どんなもんかと思いましてね。まあこのコーナーがあるから意外と簡単でしたっていうオチなんですけどね。初見さん、まず車には何が重要かわかりますか？肝心だろ。マニュアルかオートマかでしょ。タイヤの角度ですね。まずこれが歪むと正常な走行はできませんので、 R3 押してスナップしましょう。これ物理順位度の解説しなきゃダメじゃない？そうだよ。タイヤなんて回ればいいんだよ。物理順位度出して、選んで、接触無効にして、スポットの角度合わせて、はい、タイヤ収容です。モーターとか設定あるけどやんないの？やらないですね。面倒ですので。あとサスペンションですが、直線の設定で柔軟性を若干下げれば OK です。ゲームイベント組んで自治選択して、カメラもつけましょう。そんで適当にフォースつけて、はい、完成。10分くらい合計飛ばせたけど、ほらこれおまけだから無駄に速いんだけど。トレーニングでもやってたの？いや、特には調整してないからね。しょうがないね。ちょっと姿勢制御入れたら転倒しなくなりましたね。山も登れますよ。にしてもこの速度でも地面に埋まらないし、ビレとかないんだな。直線減衰とサスペンション君様様ですね。この主観カメラがずれんのどうにかならんのか。アスカベクトルの干渉とかいうやつで緩和できますね。確実な方法なら機体を1フレーム遅らすのが最適解ですね。ほん、てか埋まってんじゃん。これがトンネル効果ちゃんですか？ビクビクしててください。まれによくあるやつですね。まあそういう日もあります。